どうもサブチャンネルです。生きる、生きてるサブチャンネルです。あなたたちはまだ歩いているんですか？こんなに文明が発達してるのにね、僕たちはとことこ歩いているんですよ。今日でおしまいにしようぜ。こちら、歩いてないそれ。結局それコロコロした状態で歩いてない。うわすげえ。いやこれ便利すぎない？こちらめちゃめちゃ厚底、もう普通の靴だったら怒りたいぐらいここが硬い。だからもう自分につま先がついてる意味が全く感じられない靴なんですけど、もう動かないから、もうここの柔軟性がもう800歳ぐらいのおじいさんぐらいないから。まあここに鉄板が入っているんでしょう。まあ何故めちゃ重い、それゆえね、それゆえですよ。ここになんかポチポチがついていらっしゃいますでしょ。この矢印を上向きにしてギュッて押すと、ローラーになる、ローラーシューズでーす。でね、この状態だとまだこう歩いててこう戻っちゃうんで、こう出したらこうねくるっと逆側に回すとこう戻んないということですね。でもこれでね、もうスイスイ、もうスイ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 街を駆け巡ることができる。で、あ、やべ、怒られそうって思ったらすぐこうして、いや、歩いてましたよって言えるわけですね。いやもうこれさえあれば俺をもう誰も止められない。もう3倍の速度で動き回っちゃうからね。いいのか良くないかはちょっとわかんないです。てか今思ったけどめちゃめちゃ土足俺。まあローラーだからいいでしょう。スイッ、おー、んおー、なんで、ここに穴開けたやつ。いや、これめちゃめちゃむずいぞ。まあ、でもね、これ練習すればもう、スイ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 、もう行き放題だということで、ちょっくら練習してやろうと思います。まずはシルバーカー作戦で、こう、おじいさんたちがよく押しながら歩いているのを見るだろう。それです。いや、こういうことね。シルバーカーって。あ、もう全然違う。なんで俺家の中で練習してんの？もうちょっとステップ2、普通にやってみる。おーい、結構むずいぞこれ。あ、あ、うわー痛い。後ろ向きめっちゃむずいって、これ止ま、どうやって止まんの？ローラースケートって。あーい、は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 い、あ、で、ちょっと右勝手に戻りますね、これ右。こういうこと？どうやって、あ、戻った。なんか右勝手に戻んだけど。怖い！マジで怖いな。普通に歩きて。いいよいいよいいよ。いいよいいよ。あー、オッケー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 。あ、オッケー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 。いやー、そろそろいいんじゃないでしょうか。で、だいぶ慣れたんでね、ちょっと倉庫でやってみようと思います。イエーイ。あー、イエーイ。まあね、じゃあちょっと、じゃあせっかくなんでね、これを実際に使いこなした場合どんな生活が想定されるのか、ちょっといろいろ試してみようと思います。